空母といえば、ニュースなどでたびたび話題になるんだけど、そのおかげで形状をイメージできる方もたくさんいると思うんだ。実際、アメリカ軍横須賀基地には2011年の東日本大震災で友達作戦でも活動した空母ロナルド・レーガンが配備されているから、テレビなどの映像で目にする機会も多いはずだね。では強襲揚陸艦はどうだろうな？この艦艇は形こそ空母に似ているのだが、空母のように注目される機会は多くないらしい。目にする機会が少ないからか、強襲揚陸艦を空母と思っている人もいるかもしれないな。今回は、似ているようで全く違う空母と強襲揚陸艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。改めて説明すると、この3つの艦艇はどちらも同じようなフォルムをしているよ。航空機を運用するためのフラットの甲板を持つ大型艦艇だけど、実際には船の構造も役割も全く違っているんだ。3つの違いを一言で表現すれば、空母が敵を攻撃するための航空機用の洋上基地としたら、強襲揚陸艦は敵前に上陸を行う部隊の洋上基地ということだな。強襲揚陸艦の特徴は揚陸艦隊の指揮艦でもあり、ヘリコプター強襲艦でもあり、ドック型揚陸艦としてや貨物揚陸輸送艦の機能を合わせ持っているということだぜ。つまり複数の艦種の能力を極力この一隻に集中させ、汎用性を与えることによってあらゆる作戦に柔軟に対応できる艦船になっているというわけだね。さらに敵の反撃を受けても兵力、車両、装備などのバランスを崩すことなく、強襲揚陸艦たった一隻でも上陸作戦を展開できるという自己完結能力を備えているんだ。こういった性能を持っている強襲揚陸艦は、揚陸部隊が搭乗できる居住スペースのほか、ヘリコプターやテルトローター機などの航空機を離発着させるための全通型甲板飛行甲板、それらを修理収容できる格納庫があるよ。また艦内で揚陸部隊を運用、支援するための車両を収容するスペースもあり、揚陸用船艇やエアクッション型揚陸艇を搭載、艦内から兵員や車両などを乗せて発進できるウェルデッキも設置されているんだって。これに対して空母は、艦載機の運用に特化した艦だな。21世紀に入るとテロや紛争が世界各地で起き、それを仲裁して監視する国連の平和維持活動 PKO。平和維持軍 PKF、湾岸戦争やアフガニスタン紛争のようなアメリカ主導の多国籍軍による軍事作戦、世界各地でしばしば発生する大災害支援などの活動には軍が投入されることが多くなってきたぜ。外国の地に軍事力による影響力を及ぼすパワープロジェクションは世界の警察官を自任していたアメリカ一国だけのものではなくなっているわけだ。以前はパワープロジェクションといえば、世界一強力な軍事力を背景として外国に干渉してきたアメリカの専売特許という感じだったよね。良くも悪くも、自由主義の危機と判断したら様々な国へ干渉し、内政干渉だと非難されることもしばしばだったんだ。ところがここ最近は、自国以外の国に軍隊を派遣し、力を行使軍事力を行使する国が増えてきたよ。古くは湾岸戦争、ごく最近はロシアのウクライナ侵攻だな。こういった背景を受けて近年需要が高まっているのが、揚陸作戦用艦船だ。正確に言えば、兵員やその資材武器や車両から燃料などの消耗品を含むを搭載して海外に展開し、部隊を揚陸できる艦船というところだな。空母は用途が限定されるし、保有するのにも経費がかかるため、不経済だとして所有しない国が多いらしい。対照的にマルチ任務に使用できる強襲揚陸艦やドック型輸送揚陸艦などの揚陸艦を持って使用している国は多いわけだね。実際の運用体制としては、空母は搭載している艦載機、空母を護衛する複数の駆逐艦などの水上戦闘艦、潜水艦、給油艦や補給艦で構成される戦闘部隊を編成するみたい。規模にかけても軍事力でも世界一であるアメリカ海軍艦隊を例にとってみると、日本では持つことができない原子力空母とその艦載航空団を戦闘部隊の主力として編成。空母は洋上で航空兵力による強力な攻撃力を有し、他の艦艇は空母で構成されるグループの一員として艦隊を防護支援する任務を受け持つんだって。こういったグループが空母戦闘群と呼ばれるものだな。
1991年平成3年旧ソ連は崩壊し、鉄のカーテンがなくなり、共産主義が自由主義に負けたとも言われたよね。いずれにしても世界を二分していた冷戦は終結を迎え、これによって、米ソのような二大勢力による決戦の脅威がなくなったと多くの人々が胸をなで下ろしたことだと思うよ。軍備の削減を進める国々も増えてきたよな。そして空母の決戦兵器としての役割も薄れてきたわけだ。しかし、世界大戦こそ起こらなかったが、世界各地で地域紛争やテロが頻発するようになり、それに対応するため、また近年の中国の海軍力増強や、海洋進出が大きな脅威になっているため、再び洋上決戦兵器としての空母の役割が大きくなっていると見られるぜ。21世紀に入るとアメリカ海軍は大改革を行い、保有していた大艦隊をスリム化する一方でハイテク化を進め、精密誘導爆弾を含む攻撃力、各種センサーによる情報収集能力、デジタルデータ通信システムなどによる兵器の運用能力などを飛躍的に向上させたよね。これによって原子力空母を中心とする空母戦闘群は強力な攻撃力を持つ艦隊任務部隊へと変化するとともに、名称も2006年頃から空母打撃群と改称されたよ。アメリカは現在、空母打撃群を複数保有し、常に洋上に展開させていて、つまり、いつでも世界の海に進出できるということであり、陸上へも力を及ぼせる軍事力を持つことを誇示することによって、アメリカの立場を示す任務を担っているんだ。5つの空母打撃群の戦力は小国家の軍事力に匹敵するとも見られているみたいで、ちょっと前は世界の警察官を辞任していたアメリカだから、その立場を示す必要があるんだろうね。アメリカ海軍のことを紹介すると、この海軍では、空母打撃群に匹敵する規模の遠征打撃群も保有しているぜ。特徴としては、揚陸作戦を含めた地上戦を主とする海兵隊と海上での対空戦及び対水上戦を主とする海軍部隊を統合し、マルチタスクに対応できる部隊ということだな。アメリカ海軍では、海軍の揚陸隊と海兵隊の海兵遠征隊は出撃命令が下れば即出撃できるようにペアとなって、待機しつつ緊急出撃態勢で待っているわけだ。出撃命令が下ると揚陸艦3隻に海兵遠征隊を乗せて揚陸即応軍として展開し、ここに水上戦闘軍と攻撃型原戦が加わって遠征打撃軍となるわけだぜ。この3つの運用上の違いを説明すると、遠征打撃軍は湾岸戦争のような大規模戦争の際に編成され、通常は揚陸即応軍が任務に当たるんだ。名前の通り、海外への派遣に運用される部隊なんだろうね。そしてアメリカが世界のどこかに軍を派遣しなければならないとき、使用される部隊の一つが揚陸即応軍なんだ。この部隊は出撃命令から5回内に地球上の3分の2の沿岸海域に展開可能で、6時間以内には水陸両用作戦を実施できるという恐ろしい高スピードの機動性を持っていると言えるぜ。海兵遠征隊は海兵隊の作戦任務部隊としては最小規模で、人員は最大2200名で地上部隊と航空部隊、そこに兵站部隊が加わって統合作戦が可能になるという独立した作戦遂行能力を持っている部隊だね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。